となっておりますのでご承知おきください。
カデミー2階にはガンダムカフェがございます。どうぞご利用くださいませ。また本日ガンダム向かいまして、左側ではトヨタの水素自動車未来の展示、一人で迎えた朝に鳴り響く誰かの音、二人で過ごした部屋で目を閉じたまま考えてた悪いの